どうも、ともハッピーです。どうも、安岡です。動画見てくれてありがとうございます。まだの方、チャンネル登録お願いします。今日のともっぴーチャンネルはマジックザギャザリングパウパー対戦、緑ターンストンピー対神話やっていきます。まずパウパーとは、まあ、コモンタン構築ですね、簡単に言うと、うん、一時でもコモンになってればアンコレアであっても大丈夫という。マジックオンライン準拠だっけ。準拠、そうですね、はい、マジックオンラインで生まれた種目でそこでコモンになってれば OK っていう、はい、トモハッピーが使うミドタンストンピーは、まあ、1マナ、うん、2マナの、まあ、強いクリーチャーを並べてフェルでバックアップして、もう一瞬で殴る気というかね、まあ、ミドルタンのアグロをやります。並べて強化して殴る。はい、今回神話は、まあ、アーティクトランドなので、はい、アーティクト並べるとコストは軽くなるカードがっていうのが神話と言われていて、まあ、それらのカードを連打して、まあ、一気にタイル展開していくデッキになっております。アーティファクトのシナジーデッキだね。そうですね。で、一撃があるよね。一撃もある。エイトグとかでね、バーイケネス下げて20点、21点みたいな。そうですね、ね、そんな感じで、愚直に殴っていく方が勝つのか、一撃必殺がある方が勝つのか、どんな戦いになるのか楽しんでいきましょう。お願いします。お願いします。実際どうなんだろうね、止まっちゃえば神話の方が強そうだけど、なかなか止まんなそうっていうのもあるし、まあよくわかんないよね、ちょっと、うん、このパウパーってさ、なんか非常にテクニカルな印象がある種目なんだけど、はいはい、今回の組み合わせで言ったら結構馴染みやすいかもね、比較的。いや、確かにエキサイティングに楽しみやすいパウパーかも。やっぱクリーチャーデッキはいいよね、わ、うん、かりやすくて殴り合おうぜっていう、殴り合おうぜみたいな。ちなみにこのパウパーは紙でマジック始めるのめちゃめちゃおすすめの種目で、やっぱりコモン限定構築だから歴代のいいカードを詰め込んでもかなり安いっていうね、デッキがすごいいいよね。始めやすくて、しかもローテーションがなくてカードパワーもやりすぎてないっていうので、はい、紙でマジック始めたいっていう人は、まあ、モダンから入るっていう人も結構いるけど、パウパーから入るのも意外と結構ありだな。ありか、確かに。まあ、どんぐらいとみんなやってるかよね、相手がいるかどうかだよ ね。まあまあ仲間内でやるならいいよね、本当にね。大会とかもあるっちゃあるし、言ってたければ。じゃあ大事で、はいはい、10。なんかでけえな今日、撮影日的に。なんか最近ちょっとね、台数ついてきたから最近いいね。はい、お、10。よし、まあまあまあ、 5。やばい、ちょっと反動が。この対決は先行大事だね、いつも言ってるけど、はい、9、はい、よし、先行、はい、お願いします。お願いします。ストンピー、すごい掛け声ね。あー、ね、行こう。はい、どうぞ。森、はい、イラクサの保証、終わり。もう、まあ、もういいクリーチャー。黒のアーキャットランド、はい、から黒信奉者、はい、アーキャットが墓地に落ちると1点ルーズですね、うん、対戦相手が。はい、はい、終わりです。サンタップドロー、クイリオンレンジャー、はい、どうぞ。森戻して、はい、サンタップ、はい、森ランカー、はい、どうぞ。まあ4点アタック、はい、16、終わりです。いいスタートだね、うん、ただこのイラクサの保証はアンタップステップはアンタップしません。緑の呪文を備えたらね、起きるから、それだけで起きるっていう、はい、これでも起きるっていう、なかなか強いな、この組み合わせ。青チャランから結構早いな、やっぱり早いね。まさに25年ぐらい前のカード出てる。そう、今な、予言のプリズム再録されないな、こいつ。はい、アンドローします。終わりです。アンタップしない、はい、ドロー、緑マナ出します、はい、戻してアンタッ プ、置いて、もう1マナ、はい、これ出します。ネストインベスター、はい、はい、どうぞ。01の落とし子、はい、エルダラジ落とし子、生贄で無色マナ出せます、はい、強そうからのクイリオンと、これのトレードはマナがないからな、こいつだけだ。4点、4点、終わりです。とりあえずセット2枚目のチャランド、はい、1マナ、うん、ナビゲーターズコンパス、うん、出た時3点回復します。やばい、結構やだ。でタップすると基本地形タイプが変わってきます、はい、1、2、3、4、5か、青を出します。青
でアーティクト5個あるので5マナ軽くなってます。あーでけえ 5-6 はい。一応6マナ払うとブロックされないとありますが、まあ、基本ないようなもんですね。で終わり。強いな。強い。でかい。アンタップドロー。マナが欲しい。土地17しか入ってないからな。まあ確かに。クイリオンデッキあるある、まあ、クイリオンレンジャーマナクリみたいなもんだからね、うん、しょうがないな、うん、マナ出して、はい、戻してアンタップして出して2マナ配信セットストリック7からバイオグロス。はい。追加コストでクリーチャーいけにえ。おお相性いい。なるほど。終わりです。結構令和のタルムゴイフっていう7回グリフかなグローフくん2マナ5-4だからね。ビーバーみたいな顔してる。5-6結構強いな。そうかないとすごいいいね。ハウパー最大クラスかも。確かに。もっといるか。88のエルドラージ2マナでプリズム。はい。ワンドローやばいなこれ。まあ、プリズム別に何もせんからね。とセットクロランドいっぱい引くな。はい。1個赤にします。はい。まずいまずい。エートグエースきた。こいつもアーティクト食べるとプラニプラニ。はい。結構でかいんですよね。で終わりです。結構こいつでさ、もう6マナ払って殴ってくず見えたんだけど。いや6マナはちょっと言い過ぎでしょ。ドロー。やっとだよ。やっと盛り。はい。プリズムとか殴るかこんなんいらないし。はい、アタック。まあちょっとランカー戻したいとかもあんのかな。そう。まあとりあえず普通にブロック。そう、よく分かる。5-6 5-6でブロック。はい、2マナ。はい。ツタプラ4プラ4。なるほど。ガツキで騙されたな。8? だから2点トランプ。はい。13 86。はい。終わりです。じゃあタップ。じゃあ8がマストブロックで終わるか。ドロー。本当だ。通したらすげえ食らうぞ。青。はい。ウィッチングウェーブ願いの移動。何これ。出た時にまあスクライ2で、はい、4万払ってこれを検出げるとカード2枚引きます。強っ。スクライ2。結構最近のカードも絡んでくるんだな、パウパー。いや、ちょっとマナ余裕がないな、下で。はい、まあ、ちょびちょび増えてるよね、パウパー。13か、切るか、2マナ。ナイトウィスパー。はい、来た、強っ。2点、11で2ドロー。これコモンになったことあんのって思ったら、これ自体がコモンだった。そうそうそう。なんかたまにね、壊れるね、めちゃ強いよね。ヴィンテージでもこの間4枚入ってるデッキ使った俺。2マナ2ドロー。でセットダークシーの城塞。はい。殴っていけるか。スタンダードとかモダンで禁止になったようなカードが使えるっていうね。まだゆっくりいこう。赤。はい。2号機エイトグやば。着々とね場を作って終わりです。アンタップドロー。お、アタッカー来たよ。マジで。フェイ2スカージ。はい。デッキに合ってないと思いながら入っててよかった。盛り戻して、はい、アンタップセット。簡単なのにな。これ殴って2枚食われとくか。ランカー欲しいからな。はい、アタック。まあブロックします。はい、どうぞ。2個食うかな。はい。プラニプラニ進行者で2点。で、5-6 5-6。はい、1回やられとくか。はい。じゃあ、墓地に落ちたんで、ついてるクリーチャー墓地に落ちたんで、ランカー手札に戻ります。はい、で、ネスト、インベーダー。はい、どうぞ。いや、ブロッカーうざいな。落とし子、終わり。はい、僕が通らなくなっちゃった。広がるぞ、盤面結構。ドロー。この、なんか、地上をめちゃめちゃ出すデッキにちょっと微妙だ ね。 強いね。まあまあ回避能力つけらんない。でも投げ飛ばし引けば終わるからね。あ、そこ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 。やっぱり何でも止まるからね。そんなもんがいいよね。2マナ。はい。予言のプリズム。まあ確かにな。これやってブロックしながらディシプルで吸っていくだけで。そう。で赤チャランド大小6。はい。で黒赤よし。なんか2マナのこれ出た時と場を離れる時。はい、ワンドロー。ワンドローできます。すげえ。まさ相性、イエトグ相性いい。はい。ワンドロー。
あれこれもしかしてエロ、はい、信奉者、はい、あれ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10個あるから、あら、じゃあ A 得で食べちゃおうかな。じゃあ8個食べちゃおうかな。じゃあ8個、4個で食べた、うん、アーティクトが16点、墓地を借りるたびに1点ルーズライフ、1点ライフ失わせるやつが2体で 8×2 は16です。ありがとうございました。いやーすごいな、殴らずして勝てたっていうね。いやーまあなんか神話って感じ、ね、素晴らしいね。スタンダードでもあったよね、この決め方。やっぱ信奉者2枚並ぶとね、うん、一気に勝つからね。でパウパーだからドロー付きの置物を並べる時間もあるしさ。確かにいいね。あのグリフ2ターン目とか出したい。ああまあそうだ、ね、54令和の誰もこい1体サクってるから全然違うカードだけど。はい先手、あの大好きなカード引け、大好きなカード来い。はい、お願いします。野生の犬か野生の犬は入ってないの、入っててもおかしくないあーこれマリガンだ、ワンランドしかない。インベーダー3枚インベーダーゲーム、インベーダーゲームはい、7枚からの1枚戻し、おやれるよ、お1枚したセット盛り終わり、終わり、おっせー、はい、ドロー、おっせーな、大勝利、赤、はい、クロマティックスター、はい、終わりです。おーた大好きなカード、はい、バーニングツリーエミサリー、はい、出た時2マナ、はい、バーニングツリーエミサリーではないやつ、はい、ネストインベーダートークン出して終わり。こいつアンコモンなのにな、いつコモンだったんだ、どっかでコモンだったのね、マスターズ系じゃない、再録が強い、ドロー、いや、まずい青、はい、いや、まずいお3点回復、はい、終わり、3点うざいな、ドロー、アタック4点、19 2マナ、はい、グローブ、さくります、どうぞ、強っ、強い、5、4、やばい、思ってる、早い、お茶は間に合うか、ちょっと一旦ずれたのきついな、コンパス、はい、22、青、物読み、はい、ツードロ、終わり、スタッフドロー、ランカー7、グローフに11点、11、終わり、はい、ストランド、いや、74、74デブーン、74トランプ、クロ、はい、信奉者、はい、で、おしまにして、よいしょ、はい、終わり、クロ、はい、タック、じゃあここはこれでクロして、はい、これでそのままで、はい、トランプラースト5点、5点、6、ランクター戻ります、はい、このターンクリーチャーが死亡してる状態でこれ打ちます、はい、プライチカウンター3つ、何、はい、普通は1個なんだけどクリーチャー死亡してると3個、はい、これ打ちます、3個、何、はい、終わりです。なるほど、すごいデッキだな自分で生贄を下げるからね、結構ね、そう、ただここで、あれを引ければいけちゃう、引かなかった殴ろう、1点、19、セット、マッカチャランド、2マナ、はい、予言のクリップ、はい、と2マナ、はい、エイトグ、きた、こいつは硬い、そして、はい、あれ7個あるのでマイアエンフォーサー、はい、きた、終わり、やばいやばい、どうだ、ドロー、結構まずくないこれ結構いいの持ってる、あれ、え、なんだ、え、勝ってる、いつの間にこんなの持ってたんだ、そっか、これランカー戻ってきて手札増えた、これ今引いたカードじゃん、すごっ、え、まさか今すごいの引いたわ、ランカーつけて1匹殴ったら3枚と交換、5、7、3枚、まあ3枚でいいっちゃ3枚でいいのか、まずいな、負ける可能性結構あるんだよね、やり方によっては、しゃあないか、格闘、これと、これ、それはパワーが2のクリーチャーに打ったらプラス2しながら格闘、
でパワーに、そうか普通のクリーチャーだったら格闘、そこ入れないからアンプして1点、はい、で1点足んないのか、そうなんだよね、1点足んないから死んじゃうかもしれないっていうことで、うん、こいつ出して終わり、なるほど、はい、横並びですね、1点足りない状態で引き取られるの嫌なんだよな、青、はい、物読み、はい、強いなものか、セット、はい、強い、城塞、またこうやって止まってる間に信奉者2体目でアボンっていうのが、まああるね、マナ、はい、ドレンのプリズム、出た、ドロー、あれ2マナ、はい、エイトグ、あれ終わり、まずいぞこれは、ドロー、ゆっくりと地上を固めていけ、しょうがないか、これはもう、はい、ランカー、はい、どうぞ、アタックします、はい、まあ、確かにこれ信奉者はブロック回んなきゃいけないか、うん、信奉者狩りがしたいです、はい、パスこの方でいいですか、ちょっと良くないかな、これが3、1、はい、なので、まず3、4一回作れます、はい、で1点取りず、はい、これ食べて、もう食べるか、でもう、もう2点ルーズですね、これで2つ、2つ、はい、15、このままだと、そう、5、6、うん、こっちがやられちゃう、そう、で、こいつだけ死ぬ、まあ、このカードと、このカードとあと2個交換って感じか、どっちにしろ、そうだね、はい、まあ、まあこれで、うん、マスト、7、はい、じゃあ3点トランプルかな、これだと、そう、はい、はい、3、普通に負けたね、はい、でこれだけ死んで7点とちょっと追加すれば、はい、3、4、5、6、まあ13点あるんで、で、でかいね、イトグって、はい、ダップストロー、スドロー、はい、終わった、さすがにあるでしょ、なんだ、はい、で、セットランドで一匹の紐、クロマジックスター出して、はい、プラにプラにします、一応ワンドローします、はい、で、アタックあります、はい、で、3、4、で、6、で、4マナ出して、はい、で、まあ、分かってないか、6、どん、ありがとうございました。はい、そんなわけで、今回は神話の勝利でした。このマッチはダイナミックだね、結構 ね、まあ、かなりこっちの試合はモダンぐらいのね動きするから、確かに、うん、あとなんかさ、インスタントソーサリー使ってパワー強化していくやつとかさ、うん、赤タンとかさ、ダイナミックなデッキをさ、結構思い浮かべることができるもんね。いや、結構深いな、パウパー、なんかお手軽なのに深い深い。前回動画結構見てもらえたのもあるんだけど、うん、もう一回やってみたら、またやりたくなった。なんかマスターズシリーズとか出てから、昔の強力なペアとかアンコモンが小物になるから、ね、昔のパワーはもっとなんだ、白ウィニーとか牧歌的だったんで、そうだね、クロタン、ハンデスとかさ、うん、単色みたいな、それそうそうそう、結構変化が激しいフォーマットだよね。あと競技プロでさ、パウパーって触ってこなかった種目だから、うん、新鮮で楽しいかも。確かにね、またやろう。はい、またやろう、はい、はい、ということで、また今後もね、いろんな対戦動画やっていくトマピーチャンネル、ぜひチャンネル登録と動画の評価お願いします。ギャゾーの Twitter、Twitch もチェックお願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。